74年前の、まあ、日本の侵略戦争の時に作った量は大久野島の方が圧倒的に多くて 90% は大久野島の陸軍が作った毒ガスが戦争で使われたんです。この島に作ると秘密が守りやすい、周囲が4キロの小さな島ですから秘密を守るには最適であると。それともう一つの理由が、毒ガスは作っている時どうしても被害が出るんですね。やっぱりだったらこの大久野島は周りが海ですから住宅がないですよね。それでこの島を選んだと。大久野島のこの矢印のところに載っている、こちらは消してあります。この島で作った毒ガスはイペリット、ルイサイト、青酸ガス、くしゃみ性ガス、催涙ガスという5種類を作りました、ね、でこの表で特に見てもらいたいのは一番左側に色で書いてあります。黄1号、黄2号、茶1号、赤1号、緑1号ね。これは日本軍が戦争中は秘密を守るために毒ガスを正式な名前で呼ばずに色で呼んでたんですね。だから色で読めば何のことかわからないということですね。こう中国の三聖章で使いなさいとね。でここ、これどの種類を使いの、これ赤糖というね、これはくしゃみ性ガスのことなんですね。これはイラン・イラク戦争との被害者の写真なんで、これもイペリットの被害者の写真ですけど、ここに水ぶくれができてますね。これがヴィランなんです。だからこういう危険な毒ガスを作る工場では頭の先から足の先までゴムで覆われた服を着てみんな作業したんですね。で毒ガスを製造する作業をしたのは日本人です。外国人は全然来てません。毒ガスは液体でできるでしょう。それが気温が上がると気化していくんです。わかりますね。だからね、この服の隙間から入ってくるんですよ。だからどんどんその働いてる日本人も体を壊してたくさん命を落としていきました。一番多かった障害は喉をやられるんですね。もう一つね、脳が障害で多かったのが癌です。まあ、一番多いのは肺がん、それと皮膚がん、あるいは食道がん。だから今でもこういうね、大久野島に働いて来られた方は約1300人ぐらいがまだ生きておられて後遺症でずっと苦しんでおられます。働きに来た人の数は全部で約6700人。ここのところは大久野島で作った74年前に作った毒ガスが今でも中国の人たちを殺したり傷つけているという展示です。やっぱり被害者のやっぱり実情の話を聞きに行こういうことでね、ハルピンとチチハルに行ったんです。写真があっておじいさんが2人握手と人ってですね、右側が藤本康馬さんいて、この大久野島で戦争中に毒ガスを作ってた人なんです。で左側が李慶祥さんといって北丹村で子供の時にこの被害に遭った人なんです。幸い命は助かったけど家族がたくさん殺されてるんですね。藤本さんは自分が作った毒ガスがそういう大変な被害を出したことについては謝りたいと。これは缶です。でもこれ鉄でできてますけど中は鉛が貼ってあるんですよ。腐食をできるだけ防ぐために。これが敗戦後日本軍があちこちに隠して帰ったのが出てくるんですよ。で2003年に父春で出てきたのがこれですね。5個出てきました。44名で1人亡くなってます。中国の方ね。
日本のいろんな平和資料館の一番の問題点は、日本が受けた被害についてはいろいろ展示してありますけど、日本がやった侵略戦争の歴史的な経過というものはほとんど展示されてない。ただ大久野島の資料館には、まあ、その広島の平和記念館と比べると少しはですね、あの日本がやった加害 の、 あの歴史、まあ、その根拠となるようなものもあの展示されてますので、まあ、その分だけは、まあ、皆さんにね、ぜひ見てもらいたい。歴史からしっかり学んで、二度と日本が同じようなね過ちをしてはいけないんだから、そのことについてみんなで考えていきましょうと。